ダイソー USB カップウォーマー、この新モデル果たして買った方がいいかどうか徹底比較したいと思います。はい、ダイソーの新型のですね USB カップウォーマーです。旧モデルと違ってですね、置いたらつくっていう感じのスタイルではなくなってスイッチ方式になっております。はい、じゃあちょっと開梱してみたいと思います。はい、本体と取扱説明書と、まあ、これを梱包する袋という構成ですね。はい、新モデルになってですね、色がこの黒と白の2色展開、スイッチ方式になっております。今回ダイソーさんはですね、こういった形で時間経過の温度目安をちょっと出しておりますので、果たしてこれぐらいの温度になるかどうかじっくりテストしてみたいと思います。はい、新旧モデルの大きさ比較です。まず旧モデルから、約 11.5 センチですね。で新モデル、11.3 センチ、ちょっと小さくなってますね。じゃあ縦の幅はというと、旧モデルは、15.2、はい、新モデル、11.7 っていうところですかね。マグはスノーピークのチタンシングルマグ450です。置いた感じはこんな感じ、旧モデルで置いた感じです。はい、非常に新モデルコンパクトになっておりまして、重さはこちらの旧モデルが 123g 実測値ですね。じゃあこちらの新モデルはっていうと、じゃあ測ってみましょう。はい、重さはですね、なんとぴったり 100g です。はい、それでは前回と同じく85度スタートで0分、10分、30分で両者を比較していきたいと思います。それではスイッチオン。はい、10分経過しました。66度でございます。はい、では30分経過しました。温度は54度というところですね。はい、今回旧モデルと新モデル、前回と同じくスノーピークチタンシングルマグ450という条件下で、同じく85度スタートで比較してみました。10分後は旧モデルは68度、新モデルは66度です。30分後は53度、新モデルは54度となります。新モデルが長く使う分には維持できるという形になりました。はい、ただちょっと温度変化ですね、ちょっとビビたる差ですので、正直、まあ、慌ててこちらを買うってほどでもないかなと思いますが、こちらはちょっとスイッチ式なんでですね、そういう分では利便性が非常に上がります。はい、今回ですね、新旧モデルを比較してみました。スイッチ式になったのと重さも少し軽くなったので、新モデルの USB カップウォーマー結構ありだと思います。こちらのソロ活大社のアウトドアチャンネル比較動画、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。